プレゼンテッドバイケーブ。ドドンパチ最大王女。出撃する機体を選んでください。やっぱり私よね。ドレスを選択してください。派手に決めましょう。了解です。出撃準備に行こう。発進するわ。3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。市街地から侵入してください。ミッション開始です。居住区を抜けて進行してください。
標を捉えました。攻撃を開始してください。8億にしてやるわ。敵機にダメージ。ボンバー降下。その調子で。ボムアイテム回収したわ。敵機信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を開始システム。スタンバイ。敵機装甲を無効化しました。敵本体へのダメージを確認。もう少しで。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。マスターの戦果よ。エクステンドしたわ。ミッションスタート。火星を北上し、中心部に向かってください。解放システム、レディ。来ます。
球体ばかりでかくてもね。ヘッジ信号の大砲システム、レディ。ヘッジにダメージ。効いているようです。敵の内部から熱源反応を確認。注意してください。システム臨界点までカウントスタート。敵からの攻撃が激しくなります。敵本体へのダメージを確認。もう少しです。敵部隊に動きがありました。新たなミッションを転送します。マスターの戦果よ。ミッション開始です。地下通路を進み最深部へ向かってください。
効いているようです。ハイパーシステム起動、ボンバー投下。敵機装甲の 50% を破壊、攻撃を継続してください。ボンバー投下。敵に新たな武装を確認、注意してください。ハイパーシステム、スタッフ信号の弱体化を確認。システム臨界点まで、このまま攻撃を続行してください。敵本体の無線電池を確認。ハイパーシステム、スタンバイ。目標、完全に沈黙しました。これより新たなミッションへ移行します。マスターの戦果よ。ミッションスタート。敵の最深部へ侵入し、中枢を破壊してください。システム臨界点までカウントスタート。
ンバー投下。ボンバー投下。ボンバー投下。回収したわ。謎の信号結晶。なんでしょう。これは、これは巨大な蜂？マスター、来るわよ。起動。
敵の装甲内部に手法を確認。攻撃します。ボンバー投下。敵本体へのダメージを確認。もう少し。ボンバー投下。たくさん殺してしまって。わかってるの？マスターの戦果よ。終了です。プレゼンテッドバイケーブル。